前ですね。まあドッキリって言っても嬉しいドッキリかな。7月12日は誕生日。そうでございます、ユナの誕生日です。そこでこれだけのパーティーグッズをユナにしつこくしつこくおめでとうおめでとうって言ったら本人はどんなリアクションを取るのかっていうことをやっていきたいと思います。いいドッキリ。ユナはどういう反応を起こすのかというドッキリです。楽しみ。やっていきましょう。いいか君たち、失敗は許されないぞ。はい。3、2、1。外して外して。外して。食べてもらいたいと思います。